お疲れ様です。黒マスクです。ゆうちゃん久しぶりやね。久しぶりですね。今日は呂布カルマですか。呂布カルマじゃないよ。今日はね、まあこの格好してる通り、もう夏は目前だね。夏のお酒をね、お教えしたいと。やっぱこう季節によってね、出すお酒って変わってくるわけだ。今回ね、ドンキホーテシリーズでございます。夏バージョンでございます。今日はまあドンキで夏を感じるってわけだね。なんでまあゆうちゃんも多分ね、今年もろくな思い出ないだろうから。失礼やな。まあ僕がホスト役で、ゆうちゃんがこう飲み会に来た友達だと仮定して、もてなしますので、ぜひ最後に高評価の方をいただければと思います。じゃあいいじゃんね、飲み会で一番大事なのは何だと思う？ノリとテンションですか？違う、そんなもんじゃないよ。スピードだね。あ、スピード。スピード。大体皆様がハマる落とし穴としましては、これ聞いておいてほしいんだけど、僕の出したいカクテルとかね、これを買ったからこれを作りたいっていうカクテルをね、出そうとするんだけど、やっぱ時間がかかるとね、冷めるんだ。一杯目がまず出ないとね、そこでもうテンションは下がってしまうわけよ。この前焼肉屋行ったんよ。肉がめちゃくちゃ美味しかったんだけど、最初にねカルビが出たんだよ。まず最初にで、お肉がバッと出揃った後にキムチの盛り合わせが来て、サラダが来て、で10分後ぐらいにご飯が来たんだよ。もうイライラしちゃって、順番ってすごい大事なわけだ。最初の一杯目はもうドンキホーテとかこういったコロナ売ってるから、まあこういうのにも全部栓開けておいて、ライム突っ込んでおいて、水も置いておいて、まあ一杯だけこれ飲もうよみたいな感じすると、やっぱ一杯目が早いわけだ。ただね、最近の子はまあゆいちゃんもそうだけど、まあビールなんか飲まないよね。そこでね、おすすめなのはこちらドンキ、まず一杯目、クライナーフィリング。クライナーですね。あ、知ってんだ。クライナー、さすがパーティービュー。あ、知ってんの。いやいやいや、これパリピ専用のお酒みたいな。じゃあちょっとこれ飲んだことある？飲んだことあります。なんかいろんな味ありますね。そうそうそう、これ1個198円だから、まあこれ1個用意しとってもらってもいいかなと思います。お手軽。お疲れ様です。お疲れ様です。これ一気飲む？これもうクイッと18ぐらいなんだよね。これ1杯目からいくって。でもあー、でも飲みやすいね。あと15度あるんだねこれいや、これ流行ってますよ。流行ってんだ。去年ぐらいから流行ってますよ。なんかもうちょっとやめてよ。まあ、1杯目はまずこれ飲ましましょうよと。でまあ最初の乾杯はねこれぐらいでいいんだけども、じゃあゆいちゃんね、夏のカクテルって何なんだ？モヒート。そう、モヒートだから、モヒートを、ね、出したいんだけど、これモヒートをゆいちゃんも作ったことあると思うけど、まあめんどくさいよね。そうですね。そんなあたりね、こちらございました、ね、バカルディモヒート。これはね、なんとソーダでやるとモヒートになってしまうと。普通モヒートはですね、こういったバカルディホワイトとかでまあなんやかんやして作るんだけど、なんとお値段が999円。安い安い。ただまあ残念なことにね、これずーっと置いてんだよ。ドンキに。だから多分全然売れないんだろうね。で動画見てる方もですね、いやマスター何をとっち狂ってんだと、まずいじゃねえかこれはって言ってるかもしれないが、しかし、居酒屋とかで例えばね、モヒートって多分あるじゃん。ありますね。なんでこんなとこにモヒートあんのみたいな。まあ、大体これです。これをね、ソーダ割りに割ってるんだよね。だからまああんま美味しくないんだけど、1対1ぐらいなんですけど。結構入れるんですよ。そうで、ね、まずくなる要因としましては、しっかりとした炭酸で作ってないんだよね。やっぱチェーン店とかだと。ちゃんとした炭酸で割ると。氷を避けてゆっくりと注いで、ポイントとしましてはね、ライムをしっかりと絞る。でこれも炭酸が飛ばないようにスッと混ぜまして、まあそのライムがないんだよって言われたらまあ終わっちゃうんだけど、これは、ね、結構ねガッツリと絞ると。あ、結構絞りますね、うん、はい、どうぞ。いただきます。あ、でもめっちゃモヒートでしょ。普通に美味しい。まあでもモヒートだよね、うん、ミントの味しない？ミントします、めっちゃ。あ、こうね、意外とバカンされがちなんだけど、はい、美味しいんだよ。うちみたいなバーでこれ出したら怒られるよ、うんうん、そうじゃない限りは全然いいと思いますので、ぜひ使ってみてください。はい、ただやっぱミントが嫌いな人もいるよね、うん、そういった方にね、こちらね、もう一個、クエルボを捨てるテキーラの。あ、テキーラ、わかります。クエルボ、もうこのボトルの中にマルガリータがもうできております。うーん、すごい簡単。マルガリータって言ったらね、めんどくさいんですよ作るのがね。テキーラ入れて、レモンジュースだ、コアントロだと、いろいろ入れてシェイクしてっていうの、やっぱシェイクっていうのが必要なんだけど、もうこれ注ぐだけでマルガリータが味わえると、言ったところでございまして、これもなんとね、1180円。安い。大幅プライスダウンしましたちょっとまあ理由はお察しなんだけどこれは2つあってもね、いいと思います、ね、ちょっとまあ味見してもらおう。炭酸嫌いっていう方もいらっしゃるじゃん。そういった方とかにもですね、こういったロックでも楽しめますので、うん、まあ、梅酒ロックとかだとちょっとさ、やっぱちょっと味気ないじゃん。美味しいけど。そうですね、うん、思います。うん、本格的。え、美味しいです。うん、美味しい。うまっ。これ値段も安いし、いいですよね。甘いね、めちゃくちゃ。そうですね、ちょっと甘みはある、ね、うまいけど、1対1ぐらいの炭酸で割ったら多分飲みやすくなった。うまい。うん、テンション上がりますね。あ、そう、うん、もう爽やかさがちょっと夏っぽいし。うんうん、夏ぴったりです。夏ぴったりだよね、うん、で、言った通り最初ね、このまあコロナとクライナーとこの4つぐらいでね、うん、まあ、場が結構まあ落ち着くわけだ。最初早く飲みたいって気持ちがあるじゃん、うんうん、暑いし早く飲ませろと、うん、言った気持ちをまずこれで一回落ち着けるわけだね。まあ焼肉屋で言ったらキムチとサラダとタンとカルビが来たぐらい。あ、もうちょっと落ち着いたぐらいだまだ焦っちゃダメだね、まあ、ここからなんだけど、はい、うん、まずここまでにするのが大事ね。じゃあここからですね、ちょっとカクテルっぽいものを作っていきたいと思います。はい、じゃあね、このドンキで買えるお酒、夏を感じましょう。おう、パッソアでございます、まあ、お酒軸でもよく出るリキュールではございますけども、パッションフルーツのリキュールでございます。最近ボトルが変わってね、また可愛くなりましたけども、うんうん、お値段がね、なんと今回一番高い2480円です。なんでちょっとお値段は高いんだけども、うん、世界で初めてのパッションフルーツリキュールでございます。なんといってもね、特徴がございまして、ちょっとね、色を見ていただきたいんですけども、色がこういったね、ピンク色でございます。アロハとすごいシンクロするでしょ例えば炭酸とかで割ってもすごい綺麗になるし、非常に映えます。パッソアの何がいいかっていうと、何で割ってもトロピカルカクテルになります。ゆうちゃん、なんか好きな
ジュースいってみ。マンゴージュース。マンゴージュース。マンゴージュース自体がトロピカルなんだけど。まあまあまあいっか。トロピカルマンゴーって書いちゃってんじゃん。まあまあまあいっか。あーすごい。そうそうそう。ちょっと混ざりにくいリキュールなんで、そこはね、気をつけてもらいたいんだが、一口にこれにください。あーめっちゃトロピカル。めっちゃトロピカルでしょ。美味しい。そうそう、これこれこれ。飲みやすいですね。飲みやすいよね。相手の方になんか好きなジュース聞いてもらって、ほぼなんでも合うね。まあ、コーラはちょっと合わないんだけど、あー、まあ、ソーダでもいいし、ジンジャーでもいいし、まあ、オレンジジュース、クラビジュース、パイナップル、もう何でも合いますんで、これあったら作ってもらいたいカクテルがございまして、オーガスタセブンというカクテルがございます。大阪の梅田にですね、オーガスタっていうバーがあるんですけども、そのお店の7番目のカクテルというところでオーガスタセブンと言います。でね、何がすごいってね、個人が作ったのに裏にね、オーガスタセブンのレシピ書いてるんですよ。すこれね、ぜひ皆さんも作ってみましょう。しかもね、あのシェイクで作れるんで、格好もつけれます。パスタが45ミリ、レモン15ミリですね。パイナップルがですね、90ミリでございます。こちら氷ごと入れまして、ああ可愛い。オーガスタセブンでございます。うわ美味しい。美味しいでしょ。ちょっとね、レモンの酸味があってね、ただ甘いだけじゃなくて、ちょっとキリッとしまってるんだけど。可愛いし。可愛いし。おしゃれ、めっちゃ美味しいです。次はですね、こちらドン。まあ定番中の定番だね。まあマリブだね、まあ、ココナッツリキュールなんで、まあ、それはトロピカルだろうと。一番おすすめはマリブコークだね。本当にまあお手軽だよね。ドンキの価格で1280円、パッソアの半額ぐらい。あ、なんでこれコスパが非常にいいです。パッソアあるんだからもうマリブいらないじゃんと思ったかもしれないけども、うんうん、このお値段 ね。ただまあマリブはね、どうしても好き嫌いが結構分かれちゃうからあれなんだけど、まあ、女の人はね、好きな人割と。あ、そう、ね、マリブコークのポイントとしてはね、まずちょっとこれで飲んでみて。まあ、美味しいよね。美味しい。必ずね、レモン。買ってでもレモンはね、絞ってください、絶対。へぇ。これでちょっと飲んでください。全然違う。全然違うでしょ、爽やかさが。あ、めっちゃ爽やかですよ、レモン入れたら。そう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 。あ、レモン入れた方がいい。絶対よね。うん、とかいうのも使ってください。そしたら、こう、知った風になるんでね。でも、盛り上がる。びっくりするぐらい味違うよね。全然違いますね。そうそうそう。はい、じゃあ次のね、お酒いきましょう。まだね、1万円までまだまだありますから。ドン、ブルーキュラソーですね。こちらもね、ドンキで1480円。あ、思ったより安い。意外と安いんだよね。やっぱちょっと青が欲しいじゃん。色付けとして使ってください。で、これはね、もう併用して使ってください。例えばさっきね、あったマリブね、マリブサーブっていうカクテルなんだけど、マリブをこの 30ml 入れて、でブルーキュラソーを15。一旦ここでね、混ぜておきます。トニック、うん、ゆっくりとすればどうよ、いいじゃん。綺麗、海みたいな、海みたいな感じがするわけさ。でこれはもうマリブが無色透明だからなせる技だよね。これはもうあとはきれいに軽く混ぜていただいて、レモンを入れるのさ。さ、こういうカクテル、例えばさ、お店とかで出されたらさ、すごい手間かけてる人に見えるじゃん。うんうんうん。でもただこんだけなんだよね。まあこうやって一手間一個やることによって、どうよ、このパッと出されたらね、いや、わーってなりますよね。そうそう、はい、うん、美味しい。美味しいよね。でパスタもね、グランブルーというカクテルがございまして、モッカを30ミリ、パスタをね15ミリ、あとグレープジュース満たしていただいて、しっかりめに混ぜてください。最後にブルーキュラソー、そこに沈めます。めっちゃ綺麗、すごいでしょ、かわいい。水平線のような、すっごい綺麗。水平線、まあ、わかんないけど、でもなんか海とね、空みたいですよね。そうそうそうです。あ、美味しい、うん、でもやっぱ味違いますね、同じリキュールでも。そう、1万円しか予算がないからね。こういった感じで味変をしていくと。さあ、ゆいちゃんね、ここまで来たらさ、はい、会場の雰囲気はどうだ。いや、盛り上がってます。だいぶ温まってるよね、うん、もう焼肉で行ったところのハラミとロースとホルモンが今出たぐらいだね。だ、飲むスピードもスローになってきます、うんうん、なんでここで本格的なカクテルを皆様に作っていただきたい。でなおかつドンキならではで、そこで登場しますのがやはりですね、外せないこちらのバカリディラムね。こちらは1380円、まあお安いでございますね、うんうん、でゆいちゃん、ドンキのね、何がすごいか知ってるかい。ココナッツミルクだね。でドンキのココナッツミルクはめちゃめちゃコスパ高いんだよね。これもう無添加だから。ラムがあってココナッツミルクあるって何作れますかと。ピニャコラダですね、そう、ピニャコラダを作りましょう。で、はい、これね、で大体皆様ですね、ピニャコラダ作ろうと思ってもココナッツミルクって手に入らないから、マリブ使うんだよね。で、まあ、大体それで茶を濁すんだけども今回はちゃんとしたピニャコラダを作ります。クラッシュアイスを用意していただいて、ラムが30ミリです。ホワイトラムを使ってください。ココナッツミルクが45ミリ、缶開けたらよく混ぜてから使ってください。いや、すごいな、ドロドロだ。パイナップルジュースが90ミリです。冷凍のパイナップルとか売ってるので、こういうのを飾っていただいて、まあ、あとはもう果物とか何でもいいから、うん、飾っていただいて。めっちゃ負けてますね。途中でやめときゃよかったね。調子こいてなんかひたひたにしてカッコつけたらこうなって。ぴったりやった。皆さん、あの余裕を持ってね。おー、めっちゃトロピカル。これがお家で出てきたらどうよ、いいじゃん。いや、びっくりしますよ ね。では、こちら、召し上がり。お召し上がりください。あ、めっちゃ美味しい。あ、そう、やっぱココナッツがちゃんとしとるけんかな。で、一番好きです、今日飲んだ中で。本当に美味しい。飲めない人とかだったらラム抜いてもらっても大丈夫だから、バージンピニャコラだって言ってね。はい、じゃあね、今度最後のボトルになります。ドン、
パシャーサでございます。まあ何のこっちゃわからないよね。1380円でございます。これはね、もう終盤ラストを飾りにふさわしいね。ある程度ご飯も食べて、だいぶお酒も入ってね、寒暖タイムだ。このカシャーサを使ったカクテルのチビチビ飲みながら楽しんでいただくと。カシャーサって何ですか？カシャーサっていうのはですね、サトウキビが原料のブラジルの蒸留酒でございます。日本ではねあんまり知られてないけどね、何種類あると思う？カシャーサ51種類ですか？これはね、なんとね4000種類ございます。あ、4000種類もあるんですか？ブラジルではもう国民的な飲み物でございます。マスター、サトウキビが原料ってことは、うん、ラムと同じですか？お、いいことを気が付いたんだけども、ここはねサトウキビジュースを 100% 原料として使っております。その搾り汁を発酵させております。いや、マスター、それだと、うん、アグリコールラムと一緒じゃないですか？お、よく知ってるね。そうなんだよ。このねアグリコールラムっていうのがあるんだけど、まあ、これもそうなんだけど、カシャーサと名乗るにはですね、ブラジルで採れたサトウキビしか使っちゃダメなわけだね。これね法律で決まってるから、嘘つくとしょっぴかれるから。いいじゃん。ブラジルって言ったらなんだい、陽気だよね。サンバカーニバルってとこなんだけど、もうねサンバでは皆さんこれカシャーサ飲んでるから。あ、そうなんですね。そう、これを飲んで、まあ、陽気な感じなんだね、うん、場もこれ飲むと盛り上がるし、会話も盛り上がるよ。でなんでぜひ皆さんも飲んでください。で飲み方なんだけど、ゴマだと非常に飲みづらいですので、カイピリーニャというカクテルを、うん、でぜひ飲んでいただきたいです。こういったロックグラスがございましたら、ライム、これ半分ぐらいをスライスします。グラスに入れていきます。強敵だないきなりクライナー口に入れるけんですよテキーラみたいな感じですからね、クライナーって。あ、そうなの。でですね、砂糖、角砂糖を1つ入れます。軽く潰します。あのお酒ばっか飲んだらこうさ、こうミネラルが足んなくなるじゃん。ビタミンが、ビタミン、ビタ欲しくなるじゃん。これでねビタミンもしっかりと取れるわけだ。うん、でクラッシュアイスを入れます。はい、入れてカシャーサを45ミリ。終わり。これで終わり？簡単でしょ。もうこうやってマドラーをバッとさせてどうぞと出された人は、これをね好きな好みの酸味になるように自分で潰しながら飲むわけさ。じゃあちょっと飲んでみてる。自分で潰せるのいいですね。でしょ。でなんかこうチビチビ飲めるじゃん。氷とか溶かしながらゆっくり飲めますね。そうそうそう。ライムだとちょっと結構きつかったりした。ちょっときついなちょっとお酒きつい感じよね、はい、そういった方はですね、ライムとかじゃなくてこうやってキウイとかでもね美味しくいただけます。だからやっぱ夏のカクテルはね、こう持ってて飲んでるだけでテンション上がるやつをこうチョイスしてもらいたいわけだね、うん、もうキウイもねもうザクザクと、でまた角砂糖入れていただいて、これも潰すと。でこの時にね、砂糖を全部潰すと甘すぎちゃうから、うん、半分ちょっと残すぐらい、うんうん、半潰しぐらいです。これがキウイカイピリーナだね、うん、だいろんな果物でできます。これちょっと飲んでみて。さっきより飲みやすいです。飲みやすい。あ、これいいですね。生フルーツカクテルみたいな感じだよね。というわけでね、今治にいながらこうブラジルも感じられるわけだブラジルはい、というわけでね、ゆいちゃん今日はご紹介しましたけど、はい、なんとねこちらで13,777円です。おお、まあ、ちょっとオーバーしたけど、うん、どうよ。いや、コスパいい。だいぶ楽しめるんじゃない？はい、楽しかったです。まあこの2つはちょっとね、まあ賛否両論あるかもしれないけども、それ以外に関しては皆様ね、さすがマスターだと言ってくれてるんじゃないかとこれは2つは使いようだね。あ、でもまあ、うん、スピード的に言ったらすごい、はい、だいぶ楽しめるからね。はい、すごいレパートリー多いし、レパートリーも多いし。ゆいちゃん本日はいかがでしたでしょうか？いや、明日ドンキ行きますまあというわけでね、今回ご紹介したゆいちゃん、なんか今まで一番こう冷めた飲み会なんかない？そんな冷めた飲み会行かないですけど、まあ、人と雰囲気によりますよねイケメンだったら何でもいいか。いや、そんなことはないけど、まあ、イケメンおった方が盛り上がりますよ時間返すよあ、そっかじゃあ、まあ、あれか、クエルボよりもイケメン用意しとけって話か。まあ、このドリンクプラスイケメンがおったらなおさらみたいな感じですかね意味ないじゃんもうまあでもやっぱイケメンにアロハシャツ着てほしいですね40歳が頑張ってアロハ着てんだからそこは評価してくれ、うん、もういつ着んだこれ。でもさ、今回の撮影のためだけにこれ買ったんだけどさ、アロハってこれ着ることないよね。あ、じゃあ視聴者プレゼントしたらどうですか絶対いらんでしょいや、意外とサインとかして。サインして、はい、芸能人崩れみたいな感じ応募コンボ。でも絶対いらないけどさ、はい、まあ、やってみようか。バスプーンとかね、シェーカーとかだったらみんな欲しいじゃん。まあまあ確かにおっさんが来たことあのけどいるかなじゃあコメント欄で一番熱いメッセージをくださった方にこれサイン入れプレゼント。サインめっちゃ調子取ってない俺自分で何か言ってて相当痛いんだけどちょっと実験みたいな感じ。あ、まあ実験か。1万円ぐらい入れとくプラスで ここに1万円それやったら私でも応募するな。あ、そっかそっか、ね、全部アロハ捨てないでしょやかましい。アロハはいた。コミュニティなんかゴミ箱捨て替えにして1個もコメント来なかったらどうする。いつもまあ大体80ぐらいはコメントいただくんだけど、ね、今回どうしようゼロとかだった引退ですね。引退か。じゃあそんな感じで今日は最後に、はい、えらいどえらい爆弾を仕掛けてくれました。さすがゆいちゃん爪痕を残すね久しぶりだったのに。いや、久しぶりでした。久しぶりだったのに。ほら、でも待望のゆいちゃん会だから今日は。でもあれだね、やっぱゆいちゃん真面目なやつはダメだね。ゆいちゃん生きないね、やっぱふざけた。何ですか？え、あ、今日真面目会やったんですか？今日だって結構ためになることない今回の。あ、まあ夏に向けて普通にためになるやつ。ゆいちゃんあの謎のさ、なんか
アイスクリームにさ、リキルぶっかけるとかさ、選手権大会みたいな、深夜にポテチ食うとか、やっぱあっち系だわ。ちょっとやっぱ今回は真面目なのはやっぱこう持ち味がやっぱ引き出せない。でもやっぱ視聴者プレゼントまで持ってたらやっぱさすが、さすが生粋のエースだね。やめてください。考えつかないもん、そんなド S 企画。もう恥ずかしみを受けるからね、今回。まあぜひマスターのためにコメントお願いします。サイトいったところだね。はい、じゃあまたお会いしましょう。はい。ただいま、お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、いいじゃないですか。絶対応募めっちゃ来ますよ。来ないよ。だって8万人でしょ。1万人ぐらい来るんじゃないですか。来るわけないじゃん。いや、してるよ。大阪の府会15人だよ。なんで15人。いや、実際行くってなったらあれですけど。あ、そうか。100人ぐらい来てさ、パニックになると思ってたらさ。